あんた、よくも。落ち着け、ベリコ。素数を数えればいいんだ。あ、素数？2、3、5。はい、続けて。7、11、13、17、19、21。21は素数じゃないでしょうが。あれ、違うっけ？21は3や7で訳せるでしょ。あ、そっか。やるな、お前。見直したよ。いつまで見てんだい！うわあ！そうな車だな。これは普段使いの車だぞ。そう緊張するな。緊張なんかしてねえよ。その意気だ。仮とはいえ神羅様の専属になるからには一流のものになれなくてはな。あぶねえな。方程式を見せてやる。これがエレガントなオーバーテイクというものだ。まだ時間があるな。いい機会だ。スペシャルな仕事ぶりを見学させてもらえ。へえ、こんな大きなホールで神羅様はコンサートをやるのか。神羅様のことだからオーケストラの人たちをからかいながら練習してたりして。今日はここまでにしよう。各自課題を洗い直して万全に仕上げてくるように。はい。お疲れ様でした。
ここの引き方変えてみたんですがどうでしたか？この近くに引っ越したいと思うんですが。私彼と最近うまくいってなくて。そこの引き方は今のままでいい。自信を持て。不動産系にはツテがある。ちょっと待ってろ。彼とは例のいちいち束縛してくるマザコン男か。別れろ。仕事中の神羅様ってすげえ。ふん、本番はさらにスペシャルだぞ。大佐、待たせたね。おお、レンも来ていたか。お仕事お疲れ様です。うん、もういい、やる。大佐、駅前の不動産業者とは囲碁友達だ。はい、ちなみに私の方が強いです。この辺に引っ越してきたいという者がいる。融通が利くように紹介してくれ。かしこまりました。そういえば喉が渇いたな。飲んだな。見てたんですか。いや、これはそのですね。なんだ、言ってみろ。俺も喉が渇いてたから。正直に言ってみろ。いや、それは。いいえ、ちょっと関節きすぎみで微妙に嬉しかったです。聞こえないぞ、大きな声で言うんだ。関節きすぎみで嬉しかったです。本当に正直に言うとはな。あのやはりレンは面白いな。これからもいじくり回してやろう。お帰りなさいませ、神羅様。レンちゃん、どうしたんですか？鳩ね。この音は。レンちゃん。入れ。失礼しまーす。失礼しました。構わん。それと私が呼んだ時はノックも不要だ。急いで来てラッキーだったろ。はい。正直でよい。褒美だ、来い。紅よりうまいな。ありがとうございます。レン、何を考えてたんだ？すいません。なぜ謝るんだ？それはそのレン、急ぎの用があるの。手伝ってちょうだい。はい。じゃあ俺は失礼します。やはりからかいがいのあるやつだ。レンちゃん、大丈夫ですか？姉さんは気に入った獲物をいじめて可愛がる癖があると教えたでしょ。はい。耐えられなければ言いなさい。私の専属になりたいのなら。年上には免疫があるつもりだったのに。どうしたの、レン君？ナトセさん。お姉ちゃんに話してごらん。なんてね。風呂上がったんすね。俺、頭冷やしてきます。レン君、今は。あんた、また落ち着け、ベニコ。逆に考えればいいんだ。見られてもいいと。いいわけねえだろ。やあ、まったりまったり。シンナ様、よろしいでしょうか？
ごゆるりと。ごゆるりとではないわ。あ、助けてくれ。ごめん、ミュウさん。今の俺はシンナ様の専属なんだ。心を犯されたわ。あ、ミュウさん。姉さんが無理やりに、無理やりに。ミュウさん、やはり妹エキスは最高だな。観念して永久に可愛がられろ。冗談ではないわ。私がもう姉さんの好きにできないことを教えてあげる。クオンジフラッグで。ほう、クオンジフラッグ。久々の祭りだ。腕が鳴るぜ。古来から旗は戦の中で重要な役割を果たしていたわ。それを一つのゲームに見立てたのがクオンジフラッグ。クオンジフラッグとは我がクオンジ家に代々伝わる儀式で、もともとは主従の連携を見るためのものだった。ルールは簡単。お互いの旗を奪い合い、その旗を自分の陣営まで持ってくれば勝利。逆に旗を奪われた方は負けとなる。だけどただのゲームではないの。勝ったチームは負けたチームのメンツを一日好きにしていいと伝承にはある。絶対に負けられないわ。勝って姉さんを一日だけ私のメイドにしてあげる。私が勝ったらミュウは、一応全員参加がルールなんだけど、今回夢はあんまり関係ないもんね。私が審判として勝負の行方を見届ける。なお、これはあくまで戯れであることを忘れずに。それでは、クオンジフラッグ、レディーゴー。我が軍はただひたすら制圧前進あるのみ。いいか、オフェンスで行くぞ。はい。全軍突撃。ミュウちゃん、どうしますか。まずはデニーロ、バトルモードオン。レッツバーン。この後の掃除に備えて体力温存です。でももし夢が新お姉ちゃんとミュウお姉ちゃんに勝ったら、なんてお利口なんだ夢子は。ジュニア名跡の私を寺間に取るなんて。いや上様とお呼び。すごいよ夢、キャラ立ちまくりだね。ちょっと本気出してみちゃおうかな。夢がそう言うなら本気でやるよ。だったら僕だって存在感をゲットするため共に頑張りましょう。私は旗を取りに行くね。じゃあ僕はこの存在感のなさを生かして偵察に。夢はどっちからも相手にされてないもんね。もしかしたら意外といけるかも。目には右翼から、連は左翼から、全軍突撃しろ。お、ああ、だめ、新お姉ちゃんでも通さない。私を止めたところで無駄だ。よし、旗ゲット。ゆ、返して。返してよ。取れないよ。夢、目的は達した。油断なく容赦なく自陣を目指すぞ。はい。神羅様チーム、早くも一本ダッシュなるか。しかしナトセが追う。クオンジ家警備担当者が本気を出すと手強いぞ。ゲ、レン、私たちが2階に上がるまででいい。一人でナトセを足止めしろ。そうすればこの戦いの功労者はお前だ。
わかりました。頼んだぜ。頼まれたわ。安心して散ってね。ナムアミタブ。ところで神羅様、足止めせよとおっしゃいましたが、別に逃げても構わんのでしょう。それでいい。最小限の足止めをすればいいんだ。了解。夢のためにここは通らせてもらうよ。ナトセさん、ごめんね、レン君。いつの間に。早すぎて見えねえ。旗は返してもらうよ。行かせませんよ、レン君。お姉ちゃん、お姉ちゃんに攻撃されたお腹が。大丈夫？プライドを捨てて勝利に貢献する、我ながら執事の鏡だぜ。ごめんね、ごめんね。レンちゃんに何かが。ミハト、作戦開始よ。みやびにタッチダウン。神羅様チーム、旗を持ち帰った。残るはミュータンの旗のみ。正面突破で行く。現れましたね、神羅様。他って言うな。ここは私が一歩も通さないかもしれませんよ。ベニ、蹴散らせ。了解しました。あとちょうどいい機会だわ。上下関係ってもうはっきりさせてあげる。怖いです。自分を守るために腕の一本も折ってしまうかもしれません。はあ、やってみろや。あっさり引きすぎる。追うな、ベニ。待てや、こら。ミハトが私たちを引きつけている隙に旗を強襲部隊が強奪といったところだろうが、我が陣地ではレンが旗を守っている。ナトセの攻撃によるダメージは残っているが、ちびっこを抑えるくらい造作もないことだが、そこまではミュータンも読んでいるはず。萌えキャラが生意気に一体何を企んでいる。姉さんは大事なポイントを見落としているわ。このゲームは旗を奪えば勝ちというものではないのよ。いよいよ俺様の出番だな。ゲームのフィールドはクオンジ家敷地内。もう逃げ場はないわよ。あらあら、まんまとついてきちゃいましたね。お姉ちゃんの秘密道具、ロープ。クリスマー。はあ、そんなお遊戯でこの私が。うわぁ、料理人をなめんな。押してやる。ちょっと、何あらあら、意外と大きいですね。く、屈辱。ベニー、シンダ様、お逃げください。捕まえさせていただきます。そうはさせないぜ。レンちゃん、我が軍は攻撃あるのみでしたよね。よし、行け、レン。神羅様チームの勝利は目前だ。あとはミュー様の旗を陣地に立てるだけだが。げ、卵もどき。よく来たね、俺様のリサイタル。うわー、超音波攻撃。俺様の歌を聞け。俺はデイジーのミューのもの。全て計算通りね。ミューさん、あなたたちが奪ってくれた夢の旗と姉さんの旗、まとめていただくわ。まずは私の旗を返しなさい。いくらミュウさんの命令でも聞けません。そう、ではこれならどうかしら。うおー、チラリ恐るべし。あまりにもアダルトな作戦だったかしら。さ、勝つのは私たち。
何？何なのこれ？結構重いでしょ。旗を離せ！ミュウがいかに策を弄しようと、もはや関係ない。レンは諦めの悪い男だからな。ミュウのものはミュウのもの、お前のものはミュウのもの。これは、シンラ様のものだ！こんな止まりなさい！地中剣、地球空手決まり！痛い！石頭だわ！よし！あー！タッチダウン！ゲーム終了。ゴンジフラッグの勝者は、シンラ様チーム。自分で旗を守ろうとした夢お嬢様。自分で奪おうとしたミユ様。人をうまく使ったシンラ様。その違いが勝敗に現れましたな。明日はこってりと可愛がってやるぞ、ミュータン。なんか忘れてるような、気のせいだよね。本当に誰も気づいてくれませんでした。二人ともよく頑張った。このまま私の専属になるがいい。忠誠の証を。シンラ様。はあ、この下男が。調子に乗って何してんのよ。俺なんか染まってる？ノックぐらいせんか。ああ、自己防衛本能で視界にモザイクが。まあいいか。私の屈強な背中を見てくれ。こいつをどう思う？すごく大きいです。戦場をくぐり抜けただけあって古傷が多いですね。ご立派だと思います。ではこれで。ついでだ、背中を流してもらおう。男について語り合おうではないか。俺はおっさんと風呂に入る趣味は。まあとりあえず服を脱げ。ああ、おお、ちょっと、ありがとうございます。おはよう、ミュータン。あー、こんなとこまでミュータンは可愛いな。午前0時になった瞬間からベッドに引きずり込まれるなんて。次は何をしようか。そうだ、海行こう。